中の方法な。だからボールなんて方法筆を選ばずじゃないけど何でもいいわけ言うたらな、自分の感覚さえ取り覚ましたらこのボール古いから入れへんねんとか関係ない、そんな自分の感覚さえ取り覚ましたら脳はめっちゃ賢いから勝手に調整してくれる、そんなボールがこれであろうがこれであろうがほんまにうまいやつが入る。だからこれに持ち替えてもしっかりと、大事なことはボール重たいなとかじゃなくてリングをしっかり、リングの中心点を意識する。だからまあ実際ボールを使って今度はコンビプレーだ、息の合ったコンビプレーってあるやん、うまいチームおるやん、例えばあの優勝候補のチームのガードとセンターな、ピックアンドロールめっちゃ息が合ってる、シュートするんだなと思ったら味方のセンターが出てきてパッとパッとして二人しか息合ってへんのちゃうから、こういうのも息合ってる。例えば俺とリバウンダー相馬、ちょっとボリーダーがもうめっちゃ仲良し、相馬ちょっと前で、ほんで俺がシュートを、あそこにリングアウトするやんか、な、ほんなら俺がもうシュートを打ちそうなの分かってるとするやん、そうなの、俺がこう構えて、あいつあれフェイクでドリブルで抜きよんな、友達だから分かんねえ、あいつあの構えの顔した時は絶対打ちよる、ほんなら打ってないけどリバウンドに入れるでしょ、分かる、それはコンビプレー、俺まだ打ってないんだけど向こうからボールをもらった、あいついつものあの打つ顔や、ほんならもうそのリバウンド入れてる、これリバウンド取りやすくないか、これが一息早いだけで、わかる、あここはもう息があったらうまくプレーが決まる、わかる、でそのちょっと基本練習で次のところでやるけど、一人ずつみんなボール持ってるかな、でまず先ほどがボールこう前でこう交換してポイ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 、こういうふうに回して、で逆にポイポイポイ、二人で出せないの簡単にやってるようやる、はい、それができたらこうしながら二人の向き合わせから、でそのままそのままな、そのままの状態でこういうのができたら相手の気持ちを思いやり動き、この間やった五感直感力ね、それを磨けていい状況になる。うまくいけへんコンビは息合わそうとせへん、どういうことかというと俺は俺のペースでやる、この人は今のペースでやってる、やってるのに俺だけ早いことなくても遅い方に合わせなあかんこともある、分かる、速攻も一緒やん、速攻で俺足速いからガーッってもうパスする人が追いつかなかったら速攻ならん、分かる、それがみんながタイミングを追ってリバウンドから走る人、ボールもらう人、リバウンド取る人、みんなで5人で息が合ってできるのが速攻、それと一緒です、はい、じゃあまず止まってでいいからポン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 、できにくかったら行くで、せーの、はいはいはいでもいい、はい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 、できるようになったらちょっと動いて、そうね、こう向かい合ってやろうか、狭いからね、真ん中まで、はい、いけー